南国育ちを打ち始め1ヶ月弱で生涯収支はプラスの50万を超えました。しかしそのほとんどが育ち具合の良い岐阜、愛知といった地元周辺での稼働でした。もともと育ちを打ち始めたのは旅打ちでの立ち回りの中心になる台を探す一環であったわけで、いつまでも地元だけで打ってるわけにもいきません。そこで今回は南国育ちは旅打ちで通用するのか、また愛知、岐阜以外にパラダイス県はあるのか、それを調査すべくいよいよ旅に出ることにしました。題して南国育ち10番勝負。10県回るのはちょっと大変だけど、できるだけ多く県を回りたいからな。どの県に行くかは先に決めちゃうと県が多い分何かと不都合が生じそうなので、あえて決めず、ま、寒くなってきたし、とりあえず九州方面を目指すかな。いやー、久しぶりの本格的な旅だな。ワクワクするな。けど反面、今回の旅は不安もね。この間の高知、岡山、兵庫の偵察からすると育ちは地域差ありそうだからな。町によってはかなり厳しい戦いになるだろうな。設定不問のゾーン狙いで勝てる台でもない分、ただでさえ旅打ちには向かない台だってのに、本当に大丈夫かな。なんか考えれば考えるほど。でも逆にパラダイスタウンもあるかもしんないしな。というわけで11月20日僕は西に向かい旅立ったのでした。旅に出て5日、僕が現在いるのは島根県。絶妙な暑さを演出している遅れ、蝶が飛ぶかどうかのドキドキ感、そして勝ちやすい。やっぱり南国育ちはいいわ、最高。ところがですね、うっかり低設定台に座ってしまうと簡単に死亡してしまうのも事実です。低設定は初当たり確率が悪く、あまり飛びません。なかなか飛ばないので飛ぶまで追いかけざるを得なくなり、他に優秀台が空いても移動しづらくなり、どんどんハマっていってしまうんですね、これが。いや、実はこれ今回の旅に出て身に染みて感じたことなのです。実は島根県に来るまでにすでに5つの県と対戦していまして、その対戦内容の方は、今回は県が多いのでダイジェスト風に紹介させていただきます。まず1回戦は岐阜県のすぐお隣、滋賀県の長浜市。10番勝負の初戦ということで、今後を占う意味でも大事な勝負であり、かなりきっちり偵察&実戦に及びました。育ち設置点はホール10件中3件、3店舗のデータ機を1台1台丹念に見て、高設定臭い台、単発後の台を探すも、タイミングが悪かったのかほとんど見つからず、苦し紛れの酔い越し狙いなどで2台打ちましたが、普通に負けました。もう少し設置点がないとな。それに客付きも。2回戦は福井県敦賀市。福井は北海道と並ぶ完全島下地帯で、スロも盛んなのですが、育ちの島の客付きはいまいち。かといってスルーするわけにもいかないので、単発2連続の台に座る。これが運よく5000円で飛ぶも2連で終了。吉宗&番長は客付き良かったんだけどな。深追いする気にはなれず即やめ、プラス8800円。続いて京都の舞鶴、福知山でグランドオープンの店や新装初日の店で打つも、ストックがなく散々な目に、ま、マイナス74400円。とほほん。4回戦は兵庫県の豊岡市。こちらは設置点が2点、客付けは悪くありませんでしたが、この日はデータ的にかなりきつい感じでした。ちらっと打って退散、マイナス16000円。次は過去の印象ではかなり良いパラダイス度の高い鳥取県へ。しかしまずまずのホールはあるものの、
展開に恵まれず、となると焦りも加わり、なんだかんだで3日間滞在し6万オーバーの負け。というわけで現在までの対戦成績、そして終始は1勝4敗と大きく負け越し、終始はなんとマイナスの16万オーバー。育ち以外の負けも含めると、なんと26万も負けちゃっているのだ。とほほ。そして今回の島根県では、まずは松江市の某店で、この台に設定上げは単発後の飛びを期待して着席。これがまんまとハマり、プラスの25,700円。店移動して出雲市の本気のリニューアルオープン3日目という 5.5 枚交換店へ。お昼過ぎの到着で座れるか不安であったが、南国育ちは30台以上設置されており、なんとか座れた。するとさすがリニューアルオープン、ピュフィンピュフィン、泣くは飛ぶはうるさいくらいです。隣近所の台がね。で、肝心な僕の台はというと、3万1000円負けて、結局島根の収支もマイナスに。全体的にはものすごく出てたんだけどね、こんな日に勝てなかったのは痛い、痛すぎる。これで10番勝負も1勝5敗、10番勝負での勝ち越しはなくなっちゃったよ。でも終始的な勝ち越しならまだ期待できるわけだし、よし、次の町で頑張るしかない。が、しかし次なる町は広島県三次市に行こうと思っていたのですが、ホテルの手配がつかず、どうしよう、ここで一泊してもう一回島根にチャレンジするか。そうすりゃ10番勝負勝ち越しの目も出てくるしな。しかしこれまたホテルが取れず、なんだかんだでホテルが取れたのは岡山県の津山市。いやー、昔なら車中泊するとこですが、さすがにこの年になるとね。